小串神社は、長崎県新上五島町小串里に鎮座する神社である。小串大名神を主催神に、多賀大臣、菅原大臣を廃止する。創建は天文元年。かつての小串号は開拓されておらず、大木が生い茂る森であった。伝承によれば、その森の中に苔に覆われた塚のような場所があり、その場所は大いに明動し、進化を発するなどの現象があった。 またその地には常に鳥が群衆し、その中のブチ毛の数十羽の鳥は海に飛んでは羽を、塩で濡らし、また森に戻るという不可思議な行為を繰り返していたという。社殿その後、森が開拓され住み着く者が多くなると、住民らはその森中の不思議を見て熱き、崇敬するようになった。ある時一人の主験者が、当地に泊まり、心霊の余った森として、大いに崇敬し、 神電気を講じて、住民らを大いに喜ばせた。天文元年、その地に社殿を建立。社号と祭人を、小串大名人と称し、地域の氏神として奉仕その後、愛殿として、天馬宮を誕生し、数日後には、新宅が降り、社殿を現在地に奉仙漢文十二年には、多賀大臣を誕生している。明治三年、 社号を小串神社に改称同7年5月5日に尊者に列せられ、昭和4年10月18日には、新選兵白陵とも新神社に指定されている。祇園祭り、99月24、25日の霊祭には、神五と神楽が奉納される。神五と神楽は、国の選択無形民族文化財として選択された、五島神ぐに含まれ、 長崎県無形民族文化財に単独で指定された。境内社恵比寿神社その他の小串里の神社に、琴平神社がある。また隣接する、曽根号に、正彦神社が、立串号には、おつぐ神社がある。ありがとうございます。